じゃあ奥様、そろそろ出かけましょうか。じゃあ皆さん、どうもいろいろありがとうございました。どうぞご機嫌よろしゅう。気をつけてどうぞ。ダメ！ありがとう。
さんの植えたトウモロコシか。こういうとこと誰も水やんないだろ。本当に気がついてよかったわね。
が覚めたか。お前はずいぶん寝坊だな。だって起こしてくんないんだもん。そうか、明日から起こしてやろうな。おや、顔を洗って。おじいさんはお腹を空かして朝ごはん待っていたんだよ。そうか、お母さんは。おじいちゃんと一緒に学校行ったよ。どうぞよろしくお願いいたします。すぐにたくさんのお友達ができますよ。行きましょう。ここがあなたの教室よ。ご入りなさい。花修一郎さんとおっしゃいます。花さん、こういらっしゃい。花さんのお父様はお国のために戦争に行っていらっしゃいます。皆さん仲良く遊んであげてくださいね。さあ、お約束の印にみんなでお辞儀をいたしましょう。お母さんだよ。花さん、この旗はお父様が出世してらっしゃる印の旗ですよ。帰ってこれをお家の前に立ててくださいね。先生、どうもありがとう。
だよ。そうか。あの人バカだな、見ないで言ったよ。気がつかなかったんだよ。あ、また来たよ。あの人見ていくかしら。ここでいいか？紹介席だよ。そんなのあるかい。僕は？お前は紹介席の顧問だ。やだいやだい。僕やだい。僕も嫌だ。どうして金ちゃんが舞台長で僕が紹介席になる？金ちゃんのお父さんはこの村で一番偉いもん。僕のお父さんだって偉いぞ。じゃあなんだ？胡蝶だよ。なんだ、やっぱりダメじゃないか。金ちゃんちのお父さんは少尉だぞ。金ちゃん、僕のお父さんのが偉いね。うん、こんな日々にわかるもんか。そうだそうだ。金ちゃんちのお父さんの方が偉いや。その証拠にはただってあんなに高いもん。金ちゃんちの旗なんてとても高くないじゃないか。そうだそうだ。金ちゃんちのお父さんの方が偉いや。旗が下がるのが下がらない。バカ！
で友達できたか。うん。あのね、おじいさん、旗もっと高くしてよ。金ちゃんちよりもっともっと高くしてよ。ねえ、おじいさん。お父さんのトウモロコシになったら、一番大きいのあげるからさ。ねえ、旗が高くないと困るんだよ。うん。よしよし。本当に、急に賑やかになって。そのうちうるさくなりますよ。お父さんもいればいいんだけどな。本当にお父さん、早く帰ってこないかな。お父さんが帰ってきたら、僕、チャタミースもらうんだ。僕はスケッチバッグもらうんだ。まあ、この子たちと。ごちそうさま。ごちそうさま。修造さんから便りありますか。この間来ました。子供たち連れて、東京の修造のお父さんのところ行くように行ってきたんですけど、まあ、修一郎でも中学行くようになりましたらまたね。まだ中学行くには間があるんだから、それまで田舎で体を丈夫に育てた方がいいかもしれないな。ねえねえさん、私こうやって遊んでるのもったいないから働きたいと思うんですけどね。遊んでるわけでもないだろ。子供二人育てるのも大変な仕事だ。そりゃまあそうですけど、子供たちももう手が離れましたし、戦争行ってる修造のことを考えると、なんだかこうやって安閑としてられないような気がするんです。私は反対だな。なぜですの？私たち一家があんた方を預かっているんだから、何もそんなことをしなくても。それはよくわかりました。しかし、どうだ、スミコの言う通りさせてみないか。それもそうですね。スミちゃんは昔から私と違ってしっかりしているから。ただ、ずっと先のことを考えると。あ、お父さんも笑ったよ。ばば、いいじゃないか。本当だよ。本当に笑ったんだよ。お兄ちゃんも黙って見ててごらん。きっと笑うから。
ますわ。今泉さん、お兄さんご出世ですか？ええ、兄とお兄様とご主人。まだ婚約中なんですよ。この村にも陸軍病院の部員ができてから、ここも大繁盛なんですのよ。Like a boy. じゃあ、旗。あ、そうか、しまった。
矢田ってうち知りませんか？矢田、ああ、おじいさんのいる家でしょ。この先の柿の木に旗の立ってる家ですよ。どうもありがとう。じゃんけんぽい。チョキ。グー。やー、お母ちゃんが負けた。もさっきの続き読んで。これどこまでだったっけね。ひなの先導を見つけたところまでだよ。あ、そうか。いい？兵隊さんたちは、やったぞ、この鉄道を壊すのだ、と、そのレールにしがみついて腕しなきに泣いた。これから兵隊さんたちの大活動が始まった。兵隊さんたちは敵の目をくらまして、火薬を盗み出し、すみちゃん、ちょっと。はい。ちょっと待ってね。新聞社の方だ。家を出て行きました時からこれも覚悟しておりますので。しかしまだ後方が来たわけじゃないんですし、それにお二人とも坊ちゃんなんですから。おじさん、お父さんどうかしたの？ねえおばさん、お父さんどうかしたの？ごちそうさま。おや、もう済んだのか。うん。
かいたの？ねえ、どういったのさ。お母さん、ご飯食べないの？秀一郎さんもそこを座ります。お父様はね、10日ほど前に部隊長の命令で敵の様子を探りにいらしたんです。絶好だね。そしてそれっきり基本になっても代わりにならないんです。秀一郎さんも大作ちゃんも男の子なんだから、もしお父様に毎日のことがあっても。毎日のことって何？父さん、手柄立てたの？戦死なさるようなことがあっても。それ、母ちゃん、父さん好き。父さん、死なないよ。ねえ、兄ちゃん。父さん、死ぬか。死なないね。僕んちのお父さん、こいつだもん。ただってあんなに高くなったんだ。で考えたんですけど、どうしてもあの人が死んだとは信じられませんね。そうだろう。わしだって信じられんよ。ねえ、私聞いてみますわ。あの人の部隊長さんに手紙出して。うん、それがいい。早速手紙を出してみなさい。そうしようよ。うん、そうしよう。じゃあ行こう。
か。どうぞ。あ、ちょっとお尋ねしますが、こちらは原御所殿のお宅ですか。おっと、ご存知で。あ、自分は3日前にこちらの軍員へ回されてきたものですが、急行までは原御所殿と一緒でした。あ、急行まで。
赤いと金魚と間違えるからだよ。そうか。自分たちが石膏を命ぜられ、原五条殿と一緒に舞台を離れたのは、9月の7日でありました。非常な苦労を重ね、敵の中に潜入していったのですが、3日目に突然敵の石膏と遭遇し、さぞに無勢でしたが、やむを得ずこれと激戦を交えました。自分はその戦闘で肩に貫通銃創を受けて倒れました。その時、原五条殿が先頭に立って敵中へ突入されるのをこの目ではっきり見たのですが、まもなく人事不正に落ちてしまったのです。鋳造の専用の方いよいよ我が部隊に進撃の命下り、明朝を期し丸々方面へ出動することに相なり候えば、原五条殿の意思に取りまとめ、ひとまずお手元へお届け申しそう。父は天皇陛下の御ために
喜び勇んで死につく者だ。秀一郎大作は父亡きを誇りとし、兄弟相睦み、母に孝養を尽くすべし。須美子は直ちに二条を伴い東京の本家に入り、その教育に専心し、子らをして国家唯一の財たらしむべし。お前たちにこれあげようね。本当？いいな。おじいさん、ありがとう。いいな。兄ちゃん、とてもいいぞ。だけどこれ、お父さんに聞かないでもらっていいの？お父さん帰ってきて困りやしないかしら。ああ、いいよいいよ。父親が亡くても、子供二人は私の手で立派に育てていきます。修造の意思通り、秀一郎と大作を連れて早速東京のお父さんのところへ参ります。ちょうど2学期も始まったばかりですし、早い方がよろしいでしょうか。孫たちもせっかくこの土地に馴染んだのにな。
くんじゃないのよ。ね。東京行ったら、もっと高く旗を立ててあげますからね。泣くんじゃないのよ。これは失礼しました。この電報を見てください。部隊長からの電報です。原修造君、無事生還す。ご安心あれ。谷口部隊。